し、今回は緊急クエスト、ヤンガルルがこちらを討伐していきますよ。まさかこいつが緊急クエストの中にいるとは思いませんでしたよ。マジで俺は好きじゃないね。そしていきなりどっか飛び立っていったんですけど。ガン無視されたね。嘘でしょ、これ。顔面してくれませんかね。あ、そっちにいたんだね。いきなり逃げるモンスター。うわ、テンション下がった。もうやめちまおう。電源消そうかな。いやいや、今から倒していかないとね。ヤンガルルガが緊急クエストっていうのもちょっと珍しい話だよね。今までないパターンだよ。嫌なんだよ。なんで無視するのね。ねえ。でかいし、また妙に。なんで無視するの、この人。ねえ。ちょっと待って。何してんの、こいつ。なんで、いきなり水飲んで何してんの、こいつ。バカじゃねえの、お前。ええ加減にせえよ。こいつ何がしたかったのよ。攻撃、俺の存在ってそんなちっぽけなのかな。うわ、すごくバカにされた気分。いや、ボコボコにしていくよ。ちょっと俺腹立ったね。苦手もんなモンスターとか関係ないよ、ここまで来たら。もう俺とヤンガルルガの対決だ。ちょっと今、イラッとした。俺の存在ガン無視して水をガブ飲みとか許せるもんじゃないでしょ。ハンターとしてのプライドですよ。ほんで、もう切れたんかい。早いな、お前。これ、ヤンガルルガ怒ったらやばいからね。毒だよね。こいつ毒持ってますから。あー、これもあるんだ。そうだそうだ、4G からのね、4からの新機能か。新モーションだね、これ。ちょっと待って、落とし物拾っとこう。そういう余裕ある。まだいけ。いるのなんだ。イェーイ。嬉しいような悲しいような。あれが厄介だね。基本ためだいだな。んで、ヤンガルルが。あー、サマソルトもあるんだ。そうだそうだ。これもあるんだ。いろいろありすぎでしょ。だから嫌いなんだよ。好きにならないでしょ、こんなの。勘弁してくださいよ。ヤンガルルが行くときにはあれだね、耳栓もつけておかないとダメだね。おお、いきなりめっちゃひるんだよ。そんな攻撃してないよね。おら、そんな攻撃、あー、うち無理だろこれ。風圧食らった時点で無理だろ。死ねってことね。 OKOKOK、 そういうこと、そういうこと。嫌いだね、大嫌いだね、これ。無理だわ。あの風圧食らった時点でもう何もできないからね、こっちは。風圧、無効をつけてこないと。まともに戦える相手じゃないよ。これはあかんわ。これはあかんわ。冒険ゴルラ。好き勝手やりやがって。おら、殺すぞ、お前。ここ殺すつもりで俺はやっていくからな。おら、おら、どうしよう、おら、かかってこいや。お、これ収まったかな？よし。でもなんかダメージはかなり食らってるっぽいね。ひるむはこけるわっていう感じで。そんな攻撃してないけどね。当たるんかい。足の裏にいて巻き込まれるタックル。それはもうタックルじゃない、何かだ。間違いないね。今のは泣けてきたよ。ずるいね。開発者愛されてのモンスターだよ、お前は。強くなっていくね、回を追うごとに。もっと強くならないとダメなモンスターがいる中、お前だけ強くなっていくね。どうしたんだろうね。開発者に媚び売ってさ、制作会社の方に媚び打って強くしてんだろ、お前。やらしいモンスターですよ、本当に。だから嫌いなんだよ。見た目、そして強さ、全て込みで嫌いだね、俺は。好きにならない。好きになるはずない。おら、うわ、耳栓がいいから。耳栓があればね、かなり楽に進められるんだけど。当たり判定。その巻き込みやめてって。嘘でしょ、あれ巻き込まれんの。当たり判定の鬼畜っぷりやめてほしいね。でも言うほどやっぱまだそんな食らわないね、貝だからね。上位になってきたらやばいだろうな。まだ貝だからいいよ。上位ならもう死んでるよ、間違いない。あんだけサマーソルト食らってたらね。サマーソルトがそんな食らわない、ちょっと弱体化されてんのかな。結構食らわないよね。もっと食らうのかなと思ったらそうでもない。もうやめて、その無意味叫ぶ系。何叫ぶんだよ。ハンターが嫌なの知っててお前叫んでるだろ。それとは嫌いなんだよ。やらしいですわ、本当に。それは嫌ですよ、叫ばれた。耳閉じるんだから。もうどこに行く、逃げるわ、まともに戦わないわ、お前叫んでばかり、飛んでばかり、後ろに行くわ、どっか行くわ、バカだれ、本当に。クソつまらんわ。ふざけんじゃねえよ。いや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 、ちょっと攻撃よげることを覚えないとね。当たりまくってるからさ。エリア6に行ったな、こっちだな。よしよしよし。ボコボコしていきます。ダメージ自体はかなり通じてる感じがするんでね。こけてるし、ひるんでるし、スタンも取っていかないとね。いるね。なんであいつ誰もいないの、今なんか叫んだんだ。誰か草食竜となんかやってたのかな。
戯れないで、モンスター同士。仲良くしないで。もっと、もっとギスギスしよう。そんな仲良しゲームだったら僕は買わないよ。もっとね、他の種族とギスギスしてください。お願いします。今のでスタン取れてたらかっこよかったんだけどね。あれでスタン取れないのが俺らしいわ。まあ頭にはそんなダメージ与えてないからね。よし、ナイス。振り向きざまね。これがかっこいい。尻尾も切りたいね。まあハンマーだから今回は切れないけどね。尻尾切るとかなりいい。いいよ。で、サマーソルトがうざいんだもんね。尻尾切るとあのサマーソルトの範囲も減りますから。絶対切断系の武器で来たら切らないとね。太刀とか体験とかで来る場合は。まあそんなことみんな分かってると思うけどね。俺に言われなくても。俺がもし来る場合はね。お前ほんといい加減にせよ、おい。怒りを通り越して何か別の感情が変わってきたぞ、おい。もうやりませんか、まともに戦いませんか。叫んでばかりじゃないか。何もできませんけど、ね。何もできないの分かっててそうやってるんでしょ。ブレスとかしないのかな。火吐けるんでしょ、見たいな。リクエストに答えてくださいよ。怒るのではなくね。よし。こけろ、ナイス、ありがとう。可愛らしい声出しやがって。もんじゃねえんだよ。破壊したね。耳破壊したよ。ありがたい。イエス、ナイスターンいただきました。ここで狩り技ね。スピニングメト。はい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 。早く早く早く。スピニングメトの後のそのハンマーのゆっくりやめて。唇も破壊したっぽいね。もか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 も。振り返ったとこためない。振り返らなかったね。どこに行く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 どこに何がしたい何がしたい。絶対回避絶対回避。ちょっと怖いわこのまま。おいおい。意外にも跳ね返されないんだね。これちょっと意外だな。俺跳ね返されると思ってちょっとため台ばっかしていこうかなと思ったら意外にも普通の攻撃が腹通るっていうね。ちょっとは弱体化されてんのか。柔らかくなってるね。硬いアンガルルがもういないよこのゲームに。俺が感じた感想はね、もしかしたらみんなのヤンガルルが弾いてくるかもしれない。ちょっと優しくなってるっていうね。ノノ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 ノ。これね、恐ろしい恐ろしい。緊急事態。おら、また怒るんかい。よく怒るね。ダメだ。あー、ミスった。あ、死にかけ。嘘だろ、弱すぎるぜヤンガルルが。まあ、カイとはいえちょっと待ってくれよ。もっと体力多くていいと思うけどね。これではなんだろうな。なんかこんなんだったら緊急クエストで出てこなくてよかったね。弱すぎるわ。いや俺ほんと今回のヤンガルルガンに対して全くなんかそのなんていうの、倒しがいというか、今までのモンスターはね、それなりに僕ももうゴリ押しゴリ押しでやってきたのでね、まあこれくらい死にかけになって当然でしょうって感じはあったんだけど、早く死んでもね。ただ今回のヤンガルルガに関してはねえ、それが全然ダメージ与えてねえの、何してんだこいつ、なんで勝手に死にかけになってんだっていうね、ちょっとショックだわ。まあいいわ、倒していくわ。ショックだね。やっぱヤンガルルが圧倒的な存在でいてほしいんだよね、僕の中では。こんな、もう、ザコモンスターになってほしくなかったよ。まあ、しゃあないね。ザコに落ちぶれたんだ。死ね、お前。お前みたいなやつ死ねばいい。死ね。早く行け。早く行け。行ってよし。行けばいい。一枚。豪快に一枚。おい。昼目、昼目。昼目、叫べ、泣け、うんこ漏らせ。グバイ。ブリブリせえ、ブリブリ。サマソルトはやめてね。お、バッテンでね。死にかけな上バテてるってもう完全にお前殺されるぜ。俺に殺されるぜ。お、また逃げるのか。逃がさんよ。ここで試合を決めるよ。逃がさん逃がさん逃がさん。絶対決める。絶対決めるって言ったじゃん。なんで。ありえないくらいのスピードで逃げていったね。もっと足引きずって、この辺まで来るはずなんだけどね、本来は。本来めっちゃ早く逃げたね。てか別になんでその定位置になって定位置まで行くの？普通にもうそのまま飛び立てばいいのね。その発想がないっていうところが俺が一番恐ろしいな。普通持つでしょ、その発想。ないんだね。オッケーオッケー、そういうこと。バテてる今が攻撃チャンス。今は攻撃できない人間は弱い人間だ。はい、これで終わり、これで終わり。はい、オッケー。レッツゴー、ほう、レッツゴー。最後狩り技で決めたとみんなかっこよかったろ。
初めてのモンハンクロスヤンガルルガ、これ緊急クエストなんですけどね、村長クエスト星5の緊急クエなんですが、いやーちょっとショックなんだろうな。お翼ゲットしたらよかった。いやほんと今回に関してはちょっとショックだよ。弱すぎると、脆すぎると、モーションはうざいんだけどね、なんか肉質もかなり柔らかいし、体力ほんと俺何もしてないよね今回。ちょっと殴った、ちょっとだよ。前回のガララジャラは本当に殴りまくったから早く死んでも納得だったんだよ。まあさっきの話に戻るけどね、今回に関してはもう何もしてないわ俺。自分ではっきりと言える、自慢できることではないんだけどね。うん、弱すぎるわ。簡単だわ、これが緊急クエ。おい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 、楽しくねえなモンハンさんよ。こんな雑魚ハンターピーマンが生きがってるぜ。もっとピーマンをいじめるようなモンスターは来ないのか。今までおつったモンスターっていうのを、あれだからね、なんだっけ、あれ、将軍だけか。将軍で二落ちしただけだからね、それ以外はもう一回もやられてないから。実況だけでもなくてね、実況以外でも将軍だけですからね、あの二落ちのみですから。素材の方は、ああ、袋が多いな、袋が。そんな袋ゴリ押ししてこないで、火炎袋とかいらないから。ヤンクックで取れるわ。縦紙。お、光るお守り来たね。上竜骨。あ、上竜骨、ここから手に入るんだな。耳も手に入れたし。イエスイエス。お、猫も。素材、手に入れてるね。いいね。で、光るお守り何？腹蛇、号令マイナス5。うん、まあ、いらないね。うん。イエーイ、無事クリアでございますよ。10分1秒ですね。これなら10分以内に倒したかったな。この1秒が悔やまれますけど。でも全然気にしないよ。はい、これ緊急クエストのヤンガルルガ、ほんとちょっと今回はかなり簡単にいけてしまいましたね。モーションなどはうざかったですけど、かなり体力はもう弱いので、皆さんも簡単に倒せたでしょう。私も倒しました。OK、じゃあ今回の実況はこれにて終わりね。こいつを倒したことによりですね、次のランクのクエスト、星5のクエストをプレイできるようになりましたね。次回の実況ではそちらのクエストを進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。また見てくれよな。じゃあグバイ、またおう。